こんばんは、スポーツです。まずはサッカー J2 ロアッソ熊本です。おととい、うまかなよかなスタジアムで栃木 SC と対戦しました。ホームで5試合ぶりの勝利を挙げました。0対0で迎えた後半13分、園田のクロスに斉藤。今シーズンホームでは初得点となる斉藤のゴールでロアッソが先制します。さらに24分にはコーナーキックから細かくつないで再び斉藤。相手キーパーの股を抜くシュートでリードを広げます。ところが終了間際の43分に1点を返されると、前節2点差を追いつかれた試合が頭をよぎります。なおもピンチを迎えるロアッソ。そしてラストプレイ、なんとか逃げ切ったロアッソ、ホームでは5試合ぶりの勝利を挙げました。いつも苦しい時も応援してもらって、最後の最後までどんな試合でも応援してもらって、それに、なかなかもう一歩のところで、応えることができなかった、そういう試合もちょっとホームの中で多かったんで、今日はきっちり、最後まで締めてくれた、選手たちがそこをよくやってくれた。一試合一試合確実に成長してきてくれてる部分、そういうのはここに来て目に見える部分が増えてきたと思うんで、そういうのをしっかりと、大事にして、さらに前に進めるようにチームを持っていきたいと。早く取んなきゃいけないなと思ってましたけど、まあその分今日は2点取って、まあ本当はハットトリックちょっと取りたかったですけど、まあでもその分、まあ今日は取れてよかったかなと思います。でも今節は1点取って、まあ、そこでバタバタしそうなところだったんですけど、まあ、そこでうまく時間を使いながら逃げ切れたっていうのは、また一つ成長できたのかなと思います。ホームでの2ヶ月ぶりの勝利となりましたけれども、お気持ちはいかがですか？そうですね、本当に、まあ、そう聞いて久しぶりなんだなっていう感じはしますね。アウェーでは勝ってたけど、やっぱホームっていうのはね大事なんで、今日勝ててよかったと思います。斉藤選手が2点決めてくれましたけれども、ホームでの得点が初めてということで、ね、まあ、そうですね、本当それ聞いて、アナウンス聞いて僕もびっくりしたっていうか、えっていう感じ、まあ、うちのね、そういう意味ではエースなんで、ワンタッチで入れたっていうのも良かったと思うね。そこに、まあ、和樹が怖がらずにやっぱりゴールに飛び込んでいったっていう、まあ、すごいいい展開だったと思います。まあ、2点目は大きかったなと思うんですよね。やっぱりゴールも良かったし、まあ、和樹見てるとどっちかっていうと、あんまり判断する時間がない方がいいのかな、感覚でプレーした時の方がゴールが生まれるというか、ちょっと余裕がある時の方がなかなか難しいのかなっていう感じはしますよね。やっぱりこれリードした時のずっと課題だと思うんですよね。自分たちの時間がなかなか作れないっていう、少しちょっと怖がってる時はやっぱりどっかに守ろうっていう意識があるんで、普通であればパスをつなげるところもクリアであったり、自分たちで保持する時間が増えてくるとか、いなすことができるともう少し楽な展開ができるのかなと。やっぱり1点入れられると2-1で、今度はもう逆にっていう、やっぱそういうゲーム展開なんで、やっぱりそこら辺はまだまだこれから成長していく余地っていうのがいっぱいあるのかなというのも。もう残り10節となりましたけれども、まあ、今後に向けて修正するとしたらどんな点がありますか？まあ、修正はもうずっと続いているように、その点先にリードしている時のしのぎ方と決定機をやっぱりいかに確実にものにしていくかっていうところだと思うし、あとはその今ハードワークが75分80分ぐらいまでできるようになってきて、やっぱりそれが90分までやっぱりやり続けれる
やっぱここを追求してほしいなって、その場しのぎじゃなくて今年ずっとやってるテーマで、やはりそのボールを奪いに行く、やっぱりハードワークするっていう中で時間も伸びてきてるし、やっぱこれを続けてほしいなって、最終的には90分それをもっと高い位置でボールを奪えて、そこでしのげていくようなあのチームになってほしいなと思うしね。先週もいいゲームやってて最後追いつかれたっていう中で、今日も2点取って、それはあの修正、まあ、ある意味修正できたっていう結果として、やっぱりそういう意味でこうつなげていってほしいし、まあ、これが意味ある勝利になってほしいなと思います。久しぶりのホームでの勝利やりましたね、はい、でも最後の5分ぐらいこう失点すること、今回もそうですけど、こう最後までのんびりというか落ち着いてみたいですよね。そうですね、あの90分戦い抜く体力と精神力が変わらず課題と言えそうですね、はい、ただ最近涼しくなってきましたので、残り10節はロアッソのペースで試合終了までハードワークし続けることができるんじゃないかなと思います。だといいですね、はいはい、それでは順位表です。32節を終えて勝ち点39、9勝12分け11敗の16位と2つ順位を上げました。 J2 は残り10試合、いよいよ終盤の争いになってきました。次の試合は明日23日、アウェーでラモス監督率いる FC 岐阜と対戦します。さらに日曜日には九州勢同士の対決、九州ダービー、現在5位と好調のギラバンツ北九州との一戦を控えています。NHK ではこの試合を総合テレビで生中継する予定です。ぜひご覧ください。マンデーロアッソです。こちらはプロ4年目の斉藤和樹選手、ここまで5ゴールを挙げているロアッソのフォワードです。ただこれまでの5ゴールすべてアウェーでの得点なんです。これまでホームでなかなか決められなかったんですが、おとといついにホームで決めました。しかも2ゴールです。ここ2試合連続でゴールを挙げているフォワードアンデルソンが出場停止のロアッソ、この日はワントップに入った斉藤和樹が見せました。まずは立ち上がり、仲間のクロスに斉藤、勢いを持って栃木ゴールに迫ります。ロアッソはサイドチェンジでピッチを広く使って攻撃を組み立てます。この場面最後は大迫から斉藤へのパス、自分たちのサッカーに自信を持っている、そんな印象でした。一方の守備ではディフェンダーの園田が体を張って守ります。またシュートを打たれても益城町出身のゴールキーパー畑が好セーブを見せて相手に得点を許しません。0対0のまま後半へ進むと、その時はやってきました。後半13分、右サイドを駆け上がった園田がワンタッチでクロス、走り込んだ斉藤が頭で押し込み先制点。斉藤は6試合ぶりのゴール、そして今シーズン6ゴール目にしてホームで初ゴールです。さらに後半24分、片山のクロスが中山に当たってゴール前の斉藤、キーパーの股を抜いて決めました。キーパーを見ずに左足を振り抜いたと話す斉藤のこの日2点目で2対0とリードを広げます。このまま無失点で終わりたいところでしたが、試合終了間際パワープレーに出る相手に1点を返されてしまいます。最後に失点してしまう課題は残ったものの、斉藤の2ゴールの活躍でロアッソ2試合ぶりの勝利です。早く飛んなきゃいけないなと思ってましたけど、まあ、その分今日は2点取って、まあ、本当はハットトリックちょっと取りたかったですけど、まあ、今日は取れてよかったかなと思います。やはり当初掲げた目標に向かって、あの選手たちも一丸となってそこに向かってるんで、まだまだあのプレーオフというところは、目指せるというふうに信じます。斉藤さん、ホームで2ゴール、はい、いい仕事しましたね。そうですね、あの前の試合新加入のアンデルソン選手が連続でゴールを決めていて、斉藤選手同じフォワードとして刺激を受けていたと語っていました。あのこの切磋琢磨がチームにいい影響を与えているようです。さて順位表です。
順位は2つ上がって16位、そして中盤のチーム勝ち点差が縮まってきました。次の試合さらに勝って順位を上げてほしいです。そして次の試合はこちら、中2日で行われます。明日岐阜とアウェーで対戦します。マンデーロアッソでした。